おはよう。ああ、今日の服かわいいね。久々のデートだから頑張ったって。ありがとう。別に照れてないよ。ほんとだって。ったくうるさい。ほら、行くよ。ショッピングモールも久しぶりだな、俺。結構いろんなショップあるんだね。そこの雑貨屋見たいって？いいよ、行こう行こう。何見てんの？なんかいいもんあった？おお、そのキッチン雑貨かわいいね。それ買う？じゃあ俺ここら辺で待ってるから行っておいで。おかえりー。ああ、俺もちょっと欲しいものあったから会計済ませてきてもいい？ちょっと待っててね。お待たせーって、あいつどこ行った？ちょっと待っててって言ったのに。ちょっと付近探すか。いないな。ああ、いた。あいつ何男に声かけられてんの？すいません。こいつ、俺の彼女なんで、連れて行きます。ちょっとこっち来て。何勝手にいなくなって、男に声かけられてんの。探したんだけど。お店の場所聞かれたから案内しただけって。ああ、そっか。か。ごめん。俺の勘違い。でも案内するにしろ、いなくならないで。すごい心配したし、探した。お前の姿が見えないだけで、すごい焦った。だから、ちゃんと何か言ってから行動して。わかった？お前が優しいのは知ってるけど、急に俺の前からいなくならないでほしい。うん、分かってくれてありがとう。俺も言い方きつかったな。ごめん。そうだ。ほら、これ。お前に似合いそうだなと思って買ったんだ。貸して、つけてあげるから。耳触るね。よしと。やっぱ似合う。お前にぴったりな感じ。気に入ってくれた？ ならよかった。俺もなんか嬉しい。今度さ、そのイヤリングつけてディナー食べに行こう。約束な。